エリザベス・ H ブラック・バーンは、アメリカ合衆国の生物学者。テトラ・ヒメナからテロメア配列を同定し、テロメアを新調する酵素テロメラーゼを発見した業績で知られる。2009年、ノーベル生理学、医学賞受賞。オーストラリアのタスマニア・ホバート生まれで、現在は、アメリカの市民権を得ている。オーストラリアのメルボルン大学を1970年に、 卒業し、修士と、博士課程は、イギリスのケンブリッジ大学に進学、同大学で1975年に博士号を得た。博士研究員として、イエール大学で2年間、ジョーガルの研究室で、分子生物学、細胞生物学の研究を行った。具体的にはテトラヒメナにおけるミニ染色体の研究を行った。当時は、テロメア構造の存在は、 示唆されており、この構造が染色体の維持に必要であることが分かっていたものの、その DNA 配列が不明であったため、これを明らかにすることを試みる研究だった。1978年に、テトラ姫な基本薬性 RNA の中に連続した反復配列があり、DNA 複製と関係することを報告した。この結果を手がかりに、質が公募など、 他の生物でもテロメア配列が明らかにされていく。1978年にカリフォルニア大学バークレイ校の分子生物学科の准教授となる。1984年にブラックバーンの研究室に博士課程の学生として参加したキャロル・ W ・グライダーが放射性同位体を用いて細胞核の抽出液からテロメア合成酵素の 活性を図る方法を考案し、生科学的手法からテロメラーゼを断理した。この結果は1985年に発表され、末端複製問題を解決する研究として受け入れられた。1990年にカリフォルニア大学サンフランシスコ校の微生物学、免疫学部門へ移り、1993年から1999年まで学部長を務めた。 現在は生科学、生物物理学部門の教授である。またー区研究所の非常勤研究員でもある。2004年現在もテロメアに関連する研究を続けている。1992年王立協会フェロー選出。ありがとうございます。